こんにちは、虎斑竹専門店竹虎です。じゃーん、高知の特産品とたぶんたん、爽やかな甘みが美味しいのでぜひ一度は食べてみてください。しかし皮が分厚くて硬い、そんな時これです。お客様に教えていただいた文旦皮むき竹棒を日本唯一の虎竹で作ってみました。早速使ってみましょう。綺麗に剥けました。軽くて滑らかな手触りで持ちやすい竹の道具ってやっぱり素敵です。